ボブ・マッキンタイヤは、スコットランドのオートバイレーサーである。グラスゴーのスコッツタウン出身。マンシマ・ TT レースで3勝を挙げ、ロードレース世界選手権では、通算5勝。1948年、マッキンタイヤは、彼が持つ、唯一の乗り物であった、アリエル社のオートバイ、レッドハンターでレースを始めた。最初の数年は、 オフロードのスクランブルレースに出場していたが、やがて、ロードレースを始める。もっともロードレースといっても当時は、現代のような完全に舗装されたコースは少なく、マッキンタイヤが出場していたレースが開催されていた、金ロス近くのバラード飛行場も、コンクリートのトラックの中のところどころに、砂利の部分があるようなコースだった。マッキンタイヤはこのコースで行われた4レースに、 出場して参照を挙げた。AJ's 7R1952 年のマシ島 TT レースからは、マッキンタイヤとマン島マ,マウンテンコースとの長い付き合いが始まった。ビッサのマシンでジュニアクラブマンクラスに出場して2位となったマッキンタイヤは、このレースで平均速度90.09マイルパワーというファステストラップを記録した。同年の終わりには AJ's 7R で今度は、 マンクス GP のジュニアクラスとシニアクラスに出場したマッキンタイヤはジュニアクラスで優勝さらに 350cc のマシンにもかかわらずシニアクラスでも2位に入る速さを見せた1953年いくつかのイギリスの国内レースで勝利を収めたマッキンタイヤは 7R でノースウェスト 20350cc クラスに出場し国際レースでの初優勝を遂げる この時のパフォーマンスが a j ズの目に留まり、この時すでに世界選手権からの撤退を検討していたにもかかわらず、a j ズはマッキンタイヤをロードレース世界選手権を戦うチームに迎え入れた。1954年はアルスター GP で3位になったのを最高に、オランダ、スイス、ベルギーで入賞を果たし、マンシマ、TT レースではシニアクラスで14位となった。 AJs がグランプリから撤退した1955年、マッキンタイヤは実業家のジョーポッツの支援を受けて、プライベーターとして当時流行していたダストビンフェアリングをまとったノートンのマシンで戦い、マンシマ TT では勝利目前まで迫った。満ンのジュニアクラスでマッキンタイヤは全7ラップ中4ラップまでリードしていたが、ブレーキのオーバーヒートとサスペンションのトラブルでペースを 落とさざるを得ず、元グッズィのビルロマスの先行を許してしまった。結局このレースでは2位でフィニッシュした。また、シニアクラスでは平均速度93.83マイルパワーを記録し、プライベーターながらワークスチームに割って入る5位の成績を残している。マンシマ、TT の後、元グッズィのジュリオ・カルカーノはマッキンタイヤに元グッズィへの移籍をオファーしたが、 マッキンタイヤはこれを断った。ジョーポッツのためにダストビンフェアリングのノートンで走る続けることを選んだ。マッキンタイヤはこの後 TT 以外のレースでいくつかの勝利を挙げている。1956年のマンシマはメカニカルトラブルにより乾燥することはできなかった。1957年、マッキンタイヤは負傷したジレラのワークスライダー。 ジェフ・デュークに代わって4気筒のジレラでマシ島を戦った。ジュニアクラスからレースウィークをスタートしたマッキンタイヤは97.42マイルパワーのラップレコードを記録し、レース平均速度94.99マイルパーワーで優勝を飾った。続いて出場したシニアクラスは記念すべきゴールデンジュビリーであり、8ラップ302マイルで争われた。このレースでジレラは、 予備の燃料が入った追加タンクをフェアリングに装着していたが、これによる重量の増加にもかかわらず、マッキンタイヤは1周目に99.99マイルパーアワーを記録した。そして2周目にはマンシマ史上初のオーバーザトンとなる101.03マイルパーアワーを達成、4周目には101.12マイルパーアワーで最速ラップを更新した。前年のワールドチャンピオンで、 メガボルト・アグスタを狩るジョン・サーティースとデッドヒートを繰り広げたマッキンタイヤは三時間二分五十七秒のレースタイムでサーティースを打ち破って優勝した。このレースはマッキンタイヤにとってのベストレースの一つとなった。満島で二勝を挙げてワールドチャンピオンにも手が届くかに思えた1五十七年シーズンであったが圧戦で開催されたダッチ TT での事故のために2ヶ月間に 渡って、レース欠場を余儀なくされた。復帰後は、アルスター GP の 500cc クラスで2位、モンツァのイタリア GP では 350cc クラスで、優勝と速さを取り戻したが、結局この年のチャンピオンシップは 500cc クラスでは、ジレラのチームメイトであるリベロリベラーティに次いで、ランキング2位、350cc クラスでは、ランキング3位に終わった。 1957年の末にジレラはコストコートを理由にグランプリからの撤退を決定したが最後に1時間の平均速度記録に挑戦した。11月にモンタのバンクのついたオーバルコースで 350cc のジレラに乗ったマッキンタイヤは荒れた路面をものともせず平均速度141マイルパーアワーを記録した。この記録は1961年にデートナで マイク・ヘルウッドが乗る 500cc のメガボルト・アグスタが144.8マイルパーアワーを記録するまで破られることはなかった。ジレラの撤退後は、エイジェイズやノートン、ビアンキ、ホンダと様々なマシンでグランプリへの参戦を続け、たびたび表彰台にも上っている。1961年のマンシマでは、ライトウェイトクラスでは99.58、 マイルパーアーのラップレコードを叩き出して大きなリードを築いたものの突然のエンジントラブルによってレースを終えたがシニアクラスではノートンのマシンで2位に入っている。同年のアルスター GP では 250cc クラスで優勝を飾った。1962年のマンシマライトウェイトクラスでも99.61マイルパーアーを記録しながら電気系のトラブルによりリタイアした。 この年は戦闘力のあるマシンを手に入れることができなかったために 500cc クラスには出場せず 250cc と 350cc クラスへの参戦となったスパフランコルシャンで開催されたフランス GP250cc クラスでは優勝を飾ったがこれがマッキンタイヤが優勝した最後のグランプリとなったマッキンタイヤは 世界選手権に組み込まれていないレースにもたびたび出場していた。1962年8月にチェシャー州のオールトンパークで開催されたレースもそのようなノンタイトルレースの一つだった。マッキンタイヤはこのイベントに 500cc のマンクスノートンで出場した。ところが路面状況の良くない中でスタートに失敗したマッキンタイヤは前に出ようとしてクラッシュし重傷を負ってしまう。 病院に運ばれたマッキンタイヤは9日後に死亡。ロードレース界は偉大な才能を失った。1950年から1968年までのポイントシステム。ありがとうございます。